どうも、美容院上です。というところで、座礁です。やっていきましょう。ね。そして、本日の動画はですね、その試合は行いません。というのも、日程見てもらえばわかるんですけど、本日今、現状のね、この時間軸が9月の27日なんですが、それ以降見てもらうと試合もないので、今日の動画はですね、1年目をパッと、これから三角ボタンで3試合終わらせて、で、その後はシーズンの、成績というか、選手たちをちょっとお話ししながら、来年の補強ポイントとかをね、考えていることなんかをお話ししていこうかなというふうに思っております。はい。よろしくお願いします。そんな中で、じゃあデトロイトタイガース現状はどうなのかというと、66勝93敗というですね、一番こう、なんて言うんでしょう、微妙というか で、なんか、正直100敗もしないけど、でも90敗してるし、みたいな。なんか、すごいなんか別にプレーオフ争いも絡めたわけじゃないし、みたいな、展開になっておりました。正直、オールスター決定すぐの段階でかなりプレーオフは厳しかったんですけど、でもただまだ絡めない状況ではなかったんですが、ちょっと9月の方ですね、いろいろありまして、急に蚊帳の外になってしまったんで、そちらの原因のお話なんかも後にしていこうかなと思います。じゃあまずは、3試合飛ばしていきましょう。はい。まず1戦目、負けました。2戦目、負けました。はい、やばいんじゃないですか。サボルが怪我ですね。ライリー・グリーンも怪我しましたね。最終的に、さあ、最終、さあ、あれか、ホワイトソックスの、3連敗というふうになります。マジ? 114敗してるホワイトソックスに最後3連敗するの?ガチで? 非常になんか、先行き不安だなーって思うんですけど、現状のメンバーで戦ったらこのくらい負けるってことですよね。現時点で9月が、そうですね、何勝何敗なんだかわかんないですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、月間8勝ぐらいしかしてませんから。現状のメンバーで来年も挑んだら、月間8勝ずつしか、積み立てられない。くらいのチーム力ということが分かりましたので、このオフですね、しっかりと補強をしていかなきゃかなというふうに思っております。では、どうしようかな。まず、アワードなんか見ていく?ゴールドグラブ、ケリー・カーペンター。ゴールドグラブ取ったんだね、ケリー・カーペンター。これぐらいだったんですかね。じゃあ、ちょっと見ていきましょう。まずは、投手陣いきましょう。どう見るか。デプスチャーとか。いっか、普通にちょっと一人一人見ていきましょう。まず、投手陣です。先発投手につきましては、総評すると、思った以上に強力じゃないんだなっていうのが分かったんですよね。シーズンが始まる前は、それこそ、タリック・スクバル、マット・マニング、ケーシー・マイズ、この3本に、マエケンがいて、あとは、開幕はフラハティとかもいたので、こいつは結構もしかしたら強力なんじゃないの?って思ったら、そうでもなかったっていう。特に、なんて言うんでしょうね。この問題点を感じたとするならば、耐久面ですよね。とにかくマニングの怪我が多かったですね。さっき挙げたスクバル、マニング、マイズ。この3本柱のうち、おそらく成績が一番いいのってマニングなんですよ。防御率3.38、25登板で6勝8敗、30.2イニングで3.38。ウィップじゃねえや、WR 1.8、FIP 4.09というところで、多分さっき言った中だったら一番いいのはマニングで、マニング結構頼りになってる時期もあったんですけど、それと同時にめちゃめちゃマニング怪我してたんですよね。だからマニングはちょっと怪我が多すぎた。で、スクバルは、ちょっと見ちゃいけないような成績、5勝13敗。166.1イニング投げ、160被安打、4.27。防御率自体はそこまでね、なんか悪くない。十何勝、十何敗だっけ ?13 敗、13敗したピッチャーにしたら、WR も2.4、FIP 3.99なので、スクバル、そうですね、ただ、いわゆるエース、一番手のピッチャーがこれだと、厳しいんですよね。今ね、どうしてもなんて言うんですか?勝ち星、とかっていうのは、あまりこう、評価されない時代ですけど、だからって5勝13敗? 防御率も言って4.27だからね。そうなんですよ。で、結構スクバルは、なんか、
試合を、壊さないんだけど、作る回数も今年はそこまで多くなかったかなっていう。その4失点とかっていうのが多かったんですよね。4失点、5失点ぐらい。まあだからそのぶち壊してはないけど、なんかちょっともっと足りないよねっていうピッチングしかしてなかったです。で、マイズですね。マイズは怪我明けという、まあ、体で、復活したんですが、30登板してますね、マイズはね。で、11勝な、なんだかんだマイズが下手したら一番怪我してないっていうね。さ 174.2イニング投げてればそうね。防御率3.92なんですけど、ただね、WR も2.0。マイズはなんかこう、ようやく一皮むけた感ありますよね。11勝7敗っていう。まあ、見栄えもいいですしね。だからマイズはちょっと来年さらなる期待はしたいかなと思ってます。はい。まあ、ちょっとね、あんまりこう、まあ、あとマエケンもそうですね、投げるたびに何かこう、ちょっと何かしでかすっていうね。そう。でも来年も正直、マエケンは先発として考えてないですね。まあ、一応いるので来年も1200万ドルで。だからまあ、リリーフっていうところを、まあ、すでに頭から考えてますね。うん、で、先発はこれ置けないね。あとまあ、そうだね、ウィルマン・フローレスとかもデビューされて、ああ、でもまあ、そうですね、ちょっと後で話すというか、まあ今から話すんですけど、まあ、いろいろやったんですけど、ちょっと先発陣っていうところは、まあずっと課題だったのかなと思います。まあ、そんな課題の先発陣の中でも、まあ一筋の光というか、まあ、もちろん収穫材料というのはございます。まず一つ目、リー・ソーロソンですね。彼は良かったです。今シーズンはまあリリーフやったり先発やったりを繰り返して、後半はほぼ先発1本だったんですけど、21先発で8勝10敗、防御率3.04っていうね。もう後半は本当にリー・ソーロソンは頼りになりました。来年はね、ほぼ先発ローテは現状のところで当確なので、まずオルソンが1人目、そしてもう1人、ブルース・ジマーマンですね。まあ、途中からウェイバーでうちに来て、まあ、11試合10先発4勝1敗、防御率2.57。特に最初のインパクト強かったですね。うん。まあ、同じ活躍ができるのかって言ったらちょっとわかんないですけど、まあ、ただウェイバーから取ってきてこれぐらいの活躍してくれたのなかなかの掘り出し物だったなと。まあ、来年まだうちに在籍してる予定ではいるんですけれども、ちょっとまだそのね、ローテーションが当確ではないんですが、ただ頑張ってもらいたい。一応現状の時点で、来年の開幕ローテーション当確してるのは、スクバル、マニング、マイズの3本と、リー・ソウルソン。だから残り1枠っていうのが、まあ補強になるでしょうね。うん。ここはちょっと補強しなきゃいけないかなと。あともう単純にその先発のデプス自体が、ちょっと薄すぎるんですよね。そのなんか、なんて言うんだろうね。その、先発ピッチャーがいないとかじゃないんですけど、その若いやつしかいないんですよ。フローレスとか、あと、誰だ、誰だっけ、フローレス、タイマッテンとか、なんか、そういうなんか、もう投げればメジャーデビューだみたいな人間しかいないので、まあ、なんでしょうね。こう、ちょっと先発のデプス張れる人間。まあ、あまりこう、パッと思いつかないけど、スマイリーとか 金太郎とか、なんかあそこら、金太郎じゃねえな、テヘランだな、テヘランとか、まあ、あんな感じのところも取っていきたいなと思ってます。で、リリーフですね。おそらく9月たくさん負けた理由って、リリーフなんですよ。頭は結構先発陣の貧弱さが目立ったんですけど、9月、8月、9月後半戦、オブラートに包んで言うとかなり、貧弱で、脆すぎるリリーフ陣だったな、というふうに感じました。まあ、まずは、フォーリーですね。ジェイソン・フォーリー。まあ、彼はね、頭良かったんですよ。前半戦良かったので、セットアッパーやってたんですよ、ずっと。でも、100マイルも投げれるというところで、まあ、100マイル投げれねえか。95マイルのシンカーなんだね。まあ、なんか、球速速いってことで、まあ、途中、ラングが、ちょっと不調だったっていうところもあって、抑えに回したんですけど、数試合は頑張ってくれたんだよね。ただ、その数試合を終えてから3試合連続でセーブ失敗して、まあ、その後もリリーフで出てきては、大事な場面追いつかれっていう。やってることは、ほんともう途中、担当、もうなんか終盤、9月の後半はもう球速いだけの人間だったんですよ。だから、あんまりなんか今ね、その能力とか成績ほど信頼感ないです。はい。で、次、タイラー・ホールドンですね。まあ、彼も印象が悪くなりましたね。
まあ、69試合、おそらくチームトップ69試合に登板しまして、貴重な、左腕リリーフなんですけど、0勝6敗。シーズン頭は頑張ってたんですけどね、もう後半からは人のランナー返しまくってるので、防御率4.14ですけど、多分もっと悪いんですよ。人のランナーとにかく返して、もう本当になんか負け投手にはならないけど、なんかほぼ負け投手みたいなピッチングしかしてなかったです。はい、でもアンドリュー・ベラスケスとか、まあアンドリュー・バスケスだ。アンドリュー・バスケスも、まあ、一回放出して途中で実は戻ってきてます。ただまあ、そうね。で、ブログドンも途中獲得もあんまりよろしくないですし、ウィルソンもね、途中トレードで入りましたが、微妙え。で、ウェンツは、めちゃめちゃ打たれた。ウィルベストは DFA したらどっかに取られた。ミゲル・ディアスも、まあ、悪かな。この流れ言ったらミゲル・ディアスあんま悪くなかったんですけど、まあ、でも、ただね、だからって、ね、別にミゲル・ディアスがじゃあ、いきなりクローザー、セットアップマンをやるかって言ったらそういうわけじゃないです。はい。で、あとは、守護神、抑えですね。まあ、アレックス・ラングという存在がいました。開幕から、すごく不安定でして、なんかラングが圧倒的な守護神してる時期はなかったので 大抵何かランナーを出し、ウィップも1.52ですからね。大抵なんかランナー出してピンチ招いて、最後はまあ追いつかれないように抑えるっていう感じで29セーブ。防御率も2.98ですか、でも。まあ前年より比べたらキャリアハイなんですね。まあ、そこら辺はでもただウィップは4、FIP4.41 だもんね。キャリアワーストだよ、FIP。とんでもない状況ですけど、まあ、そんな感じでラングもなんかちょっとね、絶対的かと言われると微妙な守護神でございます。まあだからリリーフはもう本当に補強が必要かなと。まあ絶対的守護神を取るのか、まあ正直守護神はラングでいいからセットアップとして、まあラングにつなげる人間を取るのかっていうのはまだ決めてないんですけど、まあリリーフはちょっとね、何枚かやっぱりこう強いの欲しいなと。まあただリリーフはそういう面では本当にやりやすいポジションなので、座礁は特に結構ね、300万ドルで取ってきた人間が大覚醒したりとかってのがあるので、そこは、期待します。続いて野手ですね。まずはキャッチャー陣です。まあ、ジェイク・ロジャース、ブレイク・サイボル、ディロン・ディングラー、そしてアンドリュー・キズナが、うち途中から来てます。はい。まあ、それによってアンソニー・ベンブンはリリースとなりました。まあ、どっちがいいかって思った時に、まあ、キズナの方がいいなというところでキズナが来てますが、まずはロジャースですね。まあ、前年が21本ホームランを打ちまして、まあ本当にこうキャッチャーらしいバッティングをする、まあ古いキャッチャーのようなね、まあその打率は高くないけどホームラン打つよみたいなバッターの、状態でスタートした今シーズン、開幕1週間ぐらいで4ホーマー放ちまして、今年は何本放つのかと思ったらシーズンエンドで11本 ギリ2桁乗せた感じになりましたね。ただ前年に比べると、まあ出場数も減ってるんで、まあただ代打でもそうか、ホームランはでも半分ぐらいなので、打率も2割2分。そうね。まあ WAR 0.8。あんまりよろしくないよね。だから、来年はね、そのなんか、まあ完璧正捕手ってわけではないですね、全然。ただ、まあ本当にこのぐらいのバッティングできるキャッチャーって貴重なので、誰かと取って、まあ誰かを取って併用状態みたいなのがベストなのかなとジェイク・ロジャースは思います。まあ、そんな中でじゃあブレイク・セイボルですね。まあサボルって私呼んでて、まあセイボル、実況聞いてたらすごいセイボルって言ってるから、これからセイボルにしようかなと思うんですけど、ブレイク・セイボルです。まあ途中で移籍してきまして、87試合で8ホーマー、2割6分1厘、OPS723 と。セイボルについては、なんかずっと不調でしたね、打ち来てね。ただまあ、バッティングとかね、あとその使いどころの多さっていうところは、やっぱピカイチだと思うので、キャッチャーできるならね、このバッティングできるならキャッチャーやってほしいんですけど、まあ、セイボルは、カナを売るためにちょっと無理やり取ったみたいなところもあるんで、まあ、それに、そのね、経緯考えたら、まあ、いい成績だったんじゃないですか。で、まあ、ディロン・ディングラーは、まあ、ちょっと足りないですね。で、キズナは途中で打ち切って、結構良かったかな。23、最初の数試合全くヒット出なかったんですけど、もう1本ヒット出ればなんか、まあ、いつものキズナだな、みたいな。
だからまあ、キズナ、調停なんですよね。調停でわざわざキズナをするかって言われると微妙だよね。まあ、やるならノンテンダーして再契約か、まあ、そもそも別の人にするかだよね。ファースト。まあ、ほぼ統計列も一択のファーストでした。まあ、104試合。ちょっと統計列も怪我が多かったですね。で、打撃自体も不調でした。前年31ホーマーなんですけど、今年は11本。もう2桁乗るか乗らないかみたいなね、すごいこうギリギリなラインで、ようやく乗って、終盤の追い上げすごかったですね。9月とかの。めちゃめちゃ打ってたんですけど。ね、ただまあ、ちょっとあんまりね、印象が悪いというかね。なんか、前そこで打つならね、5月ぐらいに打ってほしいなと思ったんですけど、まあ、WAR もマイナス0.1と。ねえ、どうですか、トーゲルソンは。ね、ちょっと来年あたりはね、しっかりと成績を残してほしいなと思っております。あと、ファーストはもうほぼダリックホールぐらいでしたので、まあ、ダリックホールも11試合で、あ、ホームラン1本持ってねえんだ。ちょっと至らへないですね。ホームラン1本ぐらいやってほしかったな、ホールはな。ほぼ右ピッチャーにしか出してないのでね。打ってくれたら嬉しかったんですけど。で、セカンドです。コルト・キース。まあ、頑張りました。121試合。結局、今シーズンは1年間、メジャーで、完走しまして、121試合で打率が2割5分3厘。ホームラン18本。ね、20本乗らなかったんだね。ただ、OPS も747。まあ、全然もう0.9。まあ、本当にルーキーのセカンドって考えたらもう十分じゃないですか。新人をいけるかな、これ。ねえ。さあ、少しそこら辺も期待しながらですが、まあ、コルトキースはね、すでに契約がたくさん決まってますので、もうサービスタイムとか関係ないんですよね。オールスターも選ばれてますので、ね、来年はさらなる飛躍期待したいかなと思います。まあ、キースについてはね、まあ、波が激しかったんですけど、まあ、ルーキーですから、まあ逆にね、そのめちゃめちゃ打ってる時期、本当に信じられないぐらい打ってたんで。本当に。だからまあ来年は1年でもっとワンランク上目指してほしいな。ウェンシール・ペレスです。まあ、実はひっそりとメジャーデビューしておりました。9ゲーム出まして2割6分5厘でした。四死球ないんですね。まあ、ペレス、ただ、なんて言うでしょう。デビューして直後バッティングかなり良かったんで、まあちょっとバックアッパー的存在にはなっちゃうんですけど、まあマイナーメジャー行ったり来たりかな、オプションがあるうちは。まあ、ただいい選手だと思います。現実はね、かなり出てまして、なんか今日2本前ぐらい打ってましたよね。すげえな。 サードです。サードがね、たくさんいるんですけど、まあ、ただ出てる人間も本当に少ない。まずパトリック・ウィズダム。まあ、ほぼウィズダムキャッチャーで出てない、サードで出てないんで、まあ、サードで紹介するのもどうかなと思うんですけど、まあ、途中で打ち切って154試合で29本。自身初の30本乗りませんでした。ただね、まあ、いつも通りの平常運転というか、で、むしろ今年打率が高め、742の OPS に、1.0の WAR。まあ、ほぼ守備しないでこれだけ稼げるのはすごいなと。まあ、常に契約も、まあ、来シーズンのこの270万ドルは決定済み。で、あと残りのこの25、26、27年は、これは私が契約延長した3年総額1000万ドルの契約になってます。はい。だから、私が OB じゃねえや、GM してるうちは、ずっとミスでもいるという形です。来年もまあ DH。まあ、ただ結構外野もやらせたりしてるので、まあそこのオプションは大丈夫です。だから DH 戦を取ったとしても、まあライトレフトやらせるし。まあ、ただ、最近の DH 戦は JD とかですけど、なんかまあ、まあジョックですよね。ジョクトーバー。ピダーソンですね。ジョック取ろうかなとも思ってるけど、ジョック取ったらキャラ被りか。いや、でも右左違うもんな。なんかまあそこも含めてちょっと考えてます。でもマッキンストリーはね、前半21試合、あ、でも21試合しか出てないんだね。ちょっと中盤ずっと怪我してて、全く出てなかったんだよね。で、モナステリオでございます。まあ終盤、じゃあトレードレッドラインで打ち切りまして、130試合出たんだ。130も出たんだね。まで6ホーマー、2割5分4厘。非常に頼りになるバッターでした。まあ、長打力とかいうところで言うと、やっぱまだちょっと足りないかなって感じはするんですけど、ただまあ、好打面というか、1番バッターみたいな役回りを任せた時にかなりこう、打ってくれてる印象はありましたので、まあ、三振もね、K パーセントは19.3%ですから、こう、コンタクトヒッター、さすがだなと思います。来年、まあ、サードのレギュラー、まあ、
になるかどうかわかんないですけど、多分まあ、蓋開けてみたらめっちゃモナステリオ出てるなみたいな感じのことはあるんでしょうね。まあ、それ以外で言うと、ケイシー・シュミット。まあ、ただ、ケイシー・シュミットについてはね、なんか、もっと頑張ってほしかったな。まあ、正直、イバネスとギリギリでトレードして、まあ、イバネスより若いっていう理由でのみ獲得してるので、まあ、最悪トレードにも出しますし、シュミットだったらね。まあ、なんて、チェイス・ヤングがいるから、まあ、彼がやっぱりこう、サードは、結構左右してくるのかなと思います。で、ショートですね。まあ、結構困ったね、ショートもね。開幕バイアスで。で、バイアスが開幕してからは結構調子良くて。で、まあ、それで、バイアス今年復活のシーズンかなんて、間違えた、思ったんですけれども、まあ、気がついたら、じゃないですね、まあ、復活のシーズンかって思った矢先に怪我をして、で、誰がショートやるんだっつっても、マッキンストリーがやったりとかしてた中で、まあで、ウェイバーで、アーメド引っ張り込んできて、アーメドはしばらくやって、で、アーメドがね、そのバイエスが復活するとともに DFA という形になったんですが、まあ、ただバイエスもね、96試合で11本。微妙にも元からその出塁率が高かったりするタイプじゃないから、OPS 自体はそこまでなんか900とか叩き出すようなタイプでもないんですけど、うおー、WR マイナス0.7か。ちょい厳しいな。そうか。マジか。いや、なんか守備でプラスになってるかなと思ったんですけど、守備でも、そうでもねえんだな。2330万。いや、これがちょっと響きますよね。ホームランはね、ギリギリ2桁乗ったんですけど、だからコンオフできればバイエストレード出して、なんか若干契約見合ってない先発ピッチャーを取ろうかなって思ってるんですよ。そのバイエスを出すから、まあうちとしてもこの選手をちょっとまあ試すよと、なんか復活させるよみたいな感じで、やりたいなと思ってるんですよ。バイエス、不良再、まあ、言っちゃうけど、不良再建同士のトレードというか、でもなかなか先発ピッチャーで不良再建っていないんだよね、正直。パトリック・コービンとかっていう話もね、たまにみんなするかもしんないけど、コービン FA なんですよ、このオフ。だから、コービンも引っ張り来れないし、そうだね。だから、なんか今候補はタイワ・ウォーカーとか、になってくるから。ウォーカー結構成績、あ、じゃあ、契約高いんでね、なんか、ウォーカーみたいなタイプに、あんなになんか1000万ドル常に超える契約みたいな感じなんで、まあ、台湾ウォーカーとかとの1対1トレード、ないしはうちが誰かを抱き合わせで売ってみたいな感じ。まあ幸いなことにね、売れる人間結構いるので、まあ、そこも含めて、バイエスかな。まあ正直それでバイエス売ってどうすんのって言われたのはマット・ショーが一応いますので、彼が開幕ショート入りつつ、まあ、その他 FA で、まあ、ユーティリティプレイヤーを置いといてっていう感じか、まあ、バイエスには全然格安され取れるユーティリティプレイヤーをショートに据えてっていう感じになってきますかね。まあ、マットショーがデビューが一番こうあれなんじゃないかな、現実的じゃないかなと思うんですけど、キャッチャーできるんだ、マットショーってね。今ちょっとトリプル A の成績ないんですけど、トリプル A で2割7分ぐらい打ってるので、ショーはかなり注目です。で、外野陣ですね。まあ、そうですね。外野で言うと、まあ、ビアリングがずっと怪我してて不調で、アームストロングは途中で打ち切って、パッティング不調で、まあ、ただ、そうですね。まあ、パーカー・メドウズ、まあ、ライリー・グリーンは頑張りましたね。ただ、ライリー・グリーンはちょっと怪我がありますので、118試合。まあ、3割8厘、14本。まあ、ただね、さすがのライリー・グリーンみたいなね、成績もしてますので、まあ、バドゥですね。バドゥがね、使いどころが難しいんだよね。なんか、150万ドルなら全然残してもいいんですけど、なんか、ただ、バドゥかと。ちょっとバドゥがね、使いどころ難しいですね。後半ちょっとあんまり出る機会もなかったので。で、まあ、正直アームストロングをもう強制的に試合に出してたので、お前は、打ち来て、試合に出るために打ち来てんだから、とっとと出ろっつってね、ずっと9番センターに意地でも使ってたんですけど、ね、
で、まあ、ケニー・カーペンターは頑張りました。30本乗ってるんですね。まあ、すごかったね、ケニー・カーペンターはね、本当に。最初すっげえ打率低かったんですけど、ホームランがね、結構徐々に出始めてからは打率もぐん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 上がって、気づけば800超えてるんですね、OPS ね。いいね。うわぁ、2.7。いいなぁ。来年一応確定してるんで、ゴールドグラブも取ったんだもんね。来年一応確定してる外野陣は、ライリー・グリーンのケニー・カーペンター。この2人は確定してます。で、誰かを、センター、まあ、センターになるのか、まあ、もしくはもう、なんか、ライリー・グリーンセンターとかになっちゃってもいいんで、まあ、ピート・クロー・アームストロングかでも。そしたら、まあ、そうか、彼がセンターやるのかな。まあ、他にもマックス・クラークとかね、結構いますので、期待の新星がね、彼すごいですよ。19歳なんですけど、トリプル A で3割8分打ってました。まあ、数試合なんですけどね、トリプル A の出場もね。ただまあ、すげえ打ってましたもんね。まあ、そうだね。だから、コンオフは、正直そのジャスティン・ヘンリー・マロイ、パーカー・メドウズを売るつもりでいます。この2人を使って、誰か1人大きな人を取っていきたいなと思ってまして、そこは考えてる、正直。そう。あと、まあ他も別に、そうだね、ケーシー・シュミット、ウィンシール・ペレスとかもね、まあペレス、まあ、まあでもあのペレスは高くないから、あんまり。バリュー高くないもんね。まあそれこそ、リーサ・アルフォンゾ。彼が、傘下で言えば、ディングラーより高いんだっけな。そう。だから、ディングラー売ってもいいし、そう。彼らを売っていいですよ。だから、そんな、あと、まあ、普通に、ミルマン・フローレス、タイマッテン。まあ、二人を売ることはないけど、どっちか売ったりとかもいいですから、それを踏まえて誰かを取ってくるっていうところで、まあ、それの候補としては、まずは、これはあんまり現実的じゃないんですけど、アストロズから、チャス・マコーミック。まあ、マコーミックは、そうですね、マコーミックか、ワシントン・ナショナルズ。こっから結構あれかな。まあ、先にあれか。ちょっと現実的じゃない人間たちから行こうか。レイズのアロザレナ。アロザレナすごいね。アロザレナすごいね。ああ、惜しい。スターティーサーティー惜しいね。おお。アロザレナすごかったな。まあ、レイズはね、そろそろアロザレナ売るでしょうから。アロザレナか、ワシントンの、レーン・トーマス。まあ、彼らかなと思ってます。まあ、彼らをトレードで取り、まあ、DH ないしは外野やらせるのかなと。まあ、そしたらクロー・アームストロングどう使うんだって話なんですけど、まあ、それだったらね、別に、なんかライリーグ、どうせライリー・グリーンとか1年健康でできないだろうから まあ、そこも考慮してって感じ。あとはそうだね、さっき言ったショートのバックアッパーというか、まあ、レギュラーやってもいいけどっていう選手は、例えば、アメドとかってさ、あれ、今、アメドっていない？もしかして、レイズに。とりあえず、どっか行ったか。アメドって1年契約だよね。あれ、どこでプレイヤーサーチってするんだっけ？あれ、どこでプレイヤーサーチってするんだっけ？プレイヤーサーチあれかな？トレードとかじゃないとできないか。うわぁ、めんどくせえ。ちょっと待ってね。デプスチャートで見ていく？まあ別に市場見てからでもいいんですけどね。市場見てからでも全然、あ、いたいた、レイズにいるじゃん。なんでさっき出てこなかったんだろう。あ、セカンドなんだ。お前セカンドだったのか、アメド。たらアメドとかね、いいじゃないですか。1年150万ドルだぜ、アメドのサリオ。これってバイエスより成績残してるもんね、普通に。まあ彼の場合、バイエスに比べて守備が、みたいな感じになってますけど、ただまあ、アメドね、ダはいい男ですから、そう、ダと、あとまあ、メッツ時代の背番号1のかっこよさ、あれが、まあ、でもかっこいい男だから、まあ、なんだろう。まあ正直ね、これは、アメドは150万ドルで、バイエスは2330万ドルなんですよ。それ考えたらアメドでもいいかなと思ってます。あとは市場見ます。はい。そんな感じかな。はい。
あと、台湾ウォーカーね。まあ、台湾ウォーカーは正直、まあ、そのフィリーズがバイエスを使うかってところが問題ではあるんですけど、今、トリプル L の台湾ウォーカー。で、2000万ドル、1800、1540。結構台湾ウォーカーも高いもんね。まあ、台湾ウォーカー、よく言って、そのなんか安定したピッチャー、悪く言うと3番手クラスじゃん、正直。なんか、その、抜群なエースにはなれないじゃないですか、台湾ウォーカーって。だから、まあ、彼とバイエスを1対1とかも考えてはいるんですけど、まあ、それすればね、うちの中のローテーションだったら確実に超強化にもなると思うので、まあ、そこも考えてます。というところでありがとうございます。これで終わりましょう。次の動画はオフシーズンです。はい。まあ、実際この動きがうまくいくかは知りません。はい。やってみなきゃわかんないからね、多少のオフってね。はい。というところでありがとうございました。チャンネル登録もお待ちしてますので、よろしくお願いします。バイバイ。